岡山県歌謡郡の一歌謡郡は岡山県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。当初はか夜、国の宮津湖が支配した地域で古来、紀比国及び備中国の中心地として古くより栄えた地域である。古くは、川、河、河、河、内、河などが、要は夜、夜、や、 マリア、タニ、イエ、ノなどの字が当てられており、かなり多様な表記がされていたようである。さらには一字で、歌詞は、カヤ、カヤといったものも見られる。読み方はすべて、カヤと読む。中でも、ガヨル、カヨウの2種類が多く使われていたようである。カヨウに関しては、カヨウという読みもされていた。軍区町村編成法時に、カヨウと書いて、カヤと読むように統一された。後に、 火曜と読むように変わった。備中国の国府と伝えられている地が、総社市、服部地区西部から、同総社地区東部にかけてあり、あざ名も、国府、御所他などがあり、備中総社である、備中国総社宮も現存している。そのため軍画も、服部号もしくは八部号にあったと言われている。かやじ廃寺跡や古軍神社、沼田神社など、関連される遺跡、史跡もある。 軍がに関しては、総社市総社地区、総社群ヘミや、大技総社などの説もある。かつては、常防軍も本軍の一部だったが、分割された。昔は、高橋川が総社市いじりアあたりで東、南に二手に分かれており、東側が本流だった。この高橋川とその本流で、本軍と久保屋軍、宮古堺軍、下道軍との境界線が引かれていた。 ありがとうございます。